歩行の話をしていくんだけど、こういうよくね分解写真みたいな見たことあると思うんだけど、これで設置の時を考えると、ここ意外と曲がってるのがあるじゃない、が多いんだよね人設置の時だけど、設置の時にまあ自分のね、あの体重を支える下方向の大きさと、前に進むための少し後ろ方向に蹴るような、動作の方向が入ればいいわけだから、普通の人は意識してないで、まあ、少し膝曲がってる状態でやってるんで、ただヨーロッパの人の歩き方とかを見るとここはこうなってないよね。どっちかというとこうなってて、着地の時にしっかりもう伸びきっちゃうと。でそうするとかなり臀筋の筋肉をすごい使うんだけども、これだと着地で体重がドンとかかるから、大腿四頭筋の方がすごい、まずね、これ曲がんないようにって頑張る、大腿四頭筋が発達する。でこっちの方はドンって下への衝撃ね、下への衝撃は骨自体がもうそのままね支えられるからほとんどないから、あんま四頭筋はいらないといえばいらない。だけども股関節を後ろに動かす、ね、後ろ方向へのキックを得るから、ここはすごい使うと。で今から動画を撮ってみるけど、自分の歩きがどうかなというか、まあ、歩かないで最初鏡のところでその場で、なんていうか足踏みっていうかマーチングっていうんだけど、こうやってもらって、でちょっとこれと比べてどうか解説するから